三夜景寺は、愛知県豊川市豊川町発にある、総当州の寺院。豊川部倍財天の通称で知られる。正式名は、龍雲山明音閣三名前寺。本尊は、千寿観音。自伝によれば、702年、文武天皇が三河国に行行の折、この地で病にかかったが、部倍財天の霊言で全壊したことから、大和の僧。 佐藤渋に命じて、同愚を建立したのが、始まりという。以後、新言州の寺院として続いていたが、平安時代後期、源、範頼の陛下により消失し荒廃する。王英年間に、前奏、無門元仙が書道を復興し、この際に前衆に改修し、千住観音を本尊とした。また、三重党を建立し、大日如来像を安置したと言われる。 1531年、三重塔が再建され、1554年には、本願光悦により、別財天宮殿が再建される。現存する本堂は、1712年、岡田善三郎聖望により再建されたものである。豊川別財天、または、馬方別財天と称される、別財天像は、平安時代の三河国史、大江城記が、愛人の力、樹木の死を痛み、 から、熟期の等身大のベザイテンを自ら濃くして奉納したものと伝えられている。ベザイテンは羅針であり、十二単を着ており、十二年に一度、見年にご意表会を行う習わしがある。現在では、三河七福神の霊場の一つとして紹介され、安山、芸道、福徳、開運の守護神となっている。毎年、1月と8月に開庁される。 また、境内にある三徳稲荷は西島稲荷の分子であり、三つの願望が成就するとされている。見えとう。ありがとうございます。